三国ドライブ、うん、暗いところで本を読んでたらどんどん目が悪くなっちゃって。夜更かししてるからって別に遊んでるわけじゃないんだよ。なんていうかその見回り、そう見回りよ。暗いところで本を読んでたらどんどん目が悪くなっちゃって、うん、でも月明かりで読む本もいいものですよ。Thank you.
も明後日も今日と変わらず、私はあなた明日も明後日も今日と変わらず、私はあなたのそばでこの剣を振るいます。ですから安心して、明日も明後日も今日と変わらず、私はあなたのそばでこの剣を振るいます。ですから安心して、明日に備えてください。明日も明後日も今日と変わらず、私はあなたのそばでこの剣を振るいます。ですから安心して、明日に備えてください。明日も明後日も今日と変わらず、私はあなたのそばでこの剣を振るいます。ですから安心して、明日に備えてください。明日も明後日も今日と変わらず、私はあなたのそばでこの剣を振るいます。ですから安心して、明日に備えてください。明日も明後日も今日と変わらず、私はあなたのそばでこの剣を振るいます。ですから安心して、明日に備えてください。明日も明後日も今日と変わらず、私は明日も明後日も今日と変わらず、私はあなたのそばでこの剣を振るいます。ですから安心して、明日に備えてください。明日も明後日も今日と変わらず、私はあなたのそばでこの剣を振るいます。ですから安心して、明日に備えてください。力を尽くしましょう。早きこと風のごとく。こんな仕事朝飯前だわ。いつでも受けて立つよ。剣の腕で負けるつもりはありません。私はあなたのそばでこの剣を振るいます。明日も明後日も今日と変わらず、私はあなたのそばでこの剣を振るいます。何人たりともあなたに近づけさせます。ご将軍筆頭は伊達ではありませんよ。何人たりとも
なたに近づけさせません。剣の腕で負けるつもりはありません。行きますよ。私はあなたのそばでこの剣を振るいます。ですから安心して明日に備えてください。明日も明後日も今日と変わらず私はあなたのそばでこの剣を振るいます。ですから安心して明日に備えてください。私はあなたのそばでこの剣を振るいます。ですから安心して明日に備えてください。私はあなたのそばでこの剣を振るいます。ですから安心して明日に備えてください。
明日も明後日も今日と変わらず、私はあなたのそばでこの剣を振るいます。ですから安心して明日に備えてください。困りごとがあったらおっしゃってください。